ピーコのチャンネル。このチャンネルではバンライフで日本一周をしながら日本のうまいを世界へ発信しています。興味のある方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではどうぞ。さあ始まりました、ピーコボチャンネル日本一外食のサービス YouTuber うまいもんハンターコボです。日本はうまい。広島市街の激安グルメを食べよう。 YouTube ライブや地元の方からいただいた情報をもとに食べ歩き激安グルメの情報をいただいた食べ歩き激安グルメの情報をいただきましたので、今日の動画も広島の街を散策していこうと思います。それではレッツゴー。ピーコは国道沿いとは思えない緑だよね、これね。わあ、色綺麗、空も。広島最高だな。ね。確かに。なんだろうね。なんだろう。何精肉店？小林。小林精肉店さん。YouTube ライブで教えていただいたんだよね。はい。街中歩いて全然来れるけど、結構お客さんいる、やっぱり。いるね。途中もしてたりとか。せっかく教えていただいたからね。うん、早々に。拾ってないやつ、そういう。はい。間違いないしね、大体。間違いないです。唐揚げコーナー。牛串とかも美味しそうです。牛串もうまそう。牛串一本お父さん。お父さんでした。お父さん。後ろからお父さんがあるじゃない。楽しみですね。熱々、揚げたてで出てくるんだね。すごい雰囲気のいいお店だったよね。ね、牛串でかーい。400円です。コロッケもでかいよ、結構。結構丸めのフォルムなんですね。うん、こっちから行こうか。お好きな方どうぞ。コロッケから行きます。へい。熱々。わ、なんかジューシーなのがすごい断面から伝わる。うまい。うまい。ちょっとチーズ入ってるっぽい味もする。え、本当だ。ね。うん。え、チーズ入ってる。だよね。うん。まろやか。まろやか。うまい。牛すじが。うわ、牛すじうまい。マジで。これは超当たりです。うまいぞ、これは。間違いないね。ひっきりなしでお客さん来てたもんね。コロッケ2つ、ハムカツ2つみたいな。あと事前で予約もできそう。お目当ての牛串400円だ。青空に合うわ、牛串が。でっけー。ちょっと見して、ちょっと見して。わー、光がちょっと、めっちゃうまー。明るすぎてわかんない。めっちゃうまい。嘘、うん、絶対うまいもんね。ちょっとレアなんだよね。うん、わ、うまー。めっちゃうまいね。うん、ピーコは
もなくです。今向かってるのはお好み焼き屋さんで教えていただいた380円で食べられるとんかつ定食があるんですよ。ほんとかな、ね、あ、これじゃん、え、あ、これだこれだこれだ、すき焼きと洋食の店マスイさんです。え、なんか思ったより洋食屋さん、うん、めっちゃ洋食入っちゃった。いますか、はい、レッツ。一枚岩になってんだ。一枚岩。でかっ。顔でかぶる。ポテトサラダ入ってる、見て。宝物がいるな。もうワンセット食べれるんだけど、牛丼並みと同じかかってる。すみません、ライス1枚でお願いします。ほら、洋食は1枚、うん、和食は1膳だけど、まあ、1皿とか。お米うまいですよね。お米うまいですよ。お米ですか。お米。どこの米ですか。それがですね、ミックスのお米なんです。なんかすごい米一粒一粒なってるし、うまいなと思って。そうですか。もともとね、大きなね、ガス釜でね、炊くので余計美味しいですよね。なるほど。家のね、1号2号じゃなくてね、ちっこい釜じゃなくてね。そうなんですね。ありがとうございます。良かったです。はい、ます。創業当初90円だったらしい。サラリーマンの学生に腹いっぱい食べてほしいっていう意味で90円からスタートして、創業も 4,50 年経ってて、つい最近まで350円。店員さん曰く値上げはしてるっていうふうにおっしゃるんだけど、値上げしてこの価格だから優しい優しいよね、愛情がある。でかっ。
分かんない。ポテトサラダでしょ。マスタードで食べる、うん、なんで横なんですか。ポテトサラダだからマスタードでしょ。もしからしを使いたいんであれば芋野菜何を言うてんだ。最後の一切れになってしまった。遅いだから。別に早食いに挑戦してるわけじゃないんだけど、ね、おかわりしたんだけど、こちらピーコは、いやー大満足だね。ね、2人でご飯1杯おかわりして940円だから、うん、店員さんの対応めちゃくちゃいいし、なんか中国地方ハマってるね。これは安いうまい店結構ありそうな雰囲気じゃない？広島ね、結構街並みもディープなんだよね。またちょっと山形的なさ、はいはいはい、したいね。デカ盛りくつかの、はい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 、広島市激安満足グルメ、ごちそうさまです。ここまでご視聴いただきありがとうございます。次回ピーコボチャンネル、世界遺産の地宮島を食べ歩き、お楽しみに。いつも YouTube をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ピーコボのオンラインショップはぜひ概要欄から。前上向いてゴーマイウェイ、ピーコボでした。